格闘家の収入事情、そして今後の稼ぎ方みたいなものをお話ししていきます。自分の今稼いでる稼ぎ方など全部ちょっとねお話したいなというふうに思います。それが今やっている格闘技、格闘家の方とかスポーツ選手とかそんな方なんかの参考になると思ったから話していきます。まず格闘技だけで、食っていける人っていうのは、これはよく言ってるんですけど、自分としては 1% もいないかなというような感覚です。格闘技の稼ぎ方、格闘家としての稼ぎ方、これはまずファイトマネー、まあ3つあるんですよね。まず1つがファイトマネー、これがよく思い浮かぶものだと思います。2つ目がスポンサービジネスということですね。で、3つ目がイベントとかのギャラとか取材費とかそういうものですね。雑誌とかなんかいろんな、例えばテレビとか出たりとかだとすればなんですけどね。で、まずファイトマネーのことなんですけど、ファイトマネーはまあプロの選手っていうのは大体初めの頃はまあチケットとかまあ現金とかその興行によって違うんですけど、まあ3万円からぐらいなのかなというふうに思います。チケットだけで例えば5000円の席だとしたら6枚をもらって、それをお客さんに売って、それを自分のファイトマネーにするというような感じ。それらがやっぱり実績を残していくことによったりだとかして上がっていったりするということがあります。で、チャンピオン、日本チャンピオンとか世界チャンピオン、まあそこら辺は日本チャンピオン、世界チャンピオンというのは結構なんかそのいろんなベルトだったりとかそういうものが、まあ乱立しているところがあるので、一つまあチャンピオンクラスだとしましょう。そうするとなんとなく大体で言うと20万円から50万円ぐらいかなと、1回、試合するごとに。自分はもう言っちゃうんですけど、大体30から35ぐらいのチケットだったりとか現金だったりとか、まあそこはもちろんプロモーターによって違います。それをチケットでもらって、それを、まあ、お客さんに売ってファイトマネーにさせてもらっているというところがあります。で、1試合をまずやると35万、30から35で言ったじゃないですか。じゃあ35で計算しましょう。そしたら年間で4試合ぐらいなんですよ。自分は平均で鳴らすと3試合ぐらいだったんですけど、まあ3、4試合ですよ。だから4試合で高めに設定しましょう。35、35、35、35で140万円。ファイトマネーだけで言うと年間140万円ということです。そこにまあ激励賞だったりとか、そういうものが入ってきたりするんですけど、それはまあまあ上下があるんでね、置いときますけど、とりあえずまあ140万円ぐらいです、ファイトマネーだと。で、二つ目がスポンサービジネスのことについてなんですけど、スポンサーだとすると、今自分は、去年から始めたんですよ。2021年で今2年目ということになるんですけど、まあ格闘技をやってて、その援助してくれるっていうかね、協力してくれる企業さんだったりとか個人とかの方が、お前頑張れよとね、お前はもっと、有名になるべきだみたいな感じですよ。そういうのでお金を投資してくれるような形だと思うんですけど、それらの形態にはいろいろあります。月々だったりだとか年間だったりとか試合ごとだったりとか 3つぐらいが大体あるかなというふうに思います。その人のやり方によって、その選手のやり方によって違うと思うんですけど、自分は、2021年からは1年間で、やるようにしています。これはもう言っちゃいましょう。お金の話もちょっと出してるから言っちゃっても全然問題ないんですけど、小スポンサー、大スポンサーみたいな感じですか。プレミアムスポンサーとゴールドスポンサー、ちょっと逆になっちゃった。で、まあ小スポンサーで言った方が分かりやすいと思うんで、小スポンサーだと、1年間で6万円、大スポンサーだと12万円という風に自分は設定してやってます。これは基本的にそんなに多くはないかなと。まあそれに人によってもちろん違うんですけど、やっぱ周りの人とか結構いろんな人のスポンサーの金額とか聞いたことももちろんありますけど、そこからすると安めの設定にはなっていると思います。でもそれはなんで自分がそういうような設定にしていいのかといったら、それは、スポンサーさんに依存をしまくりたくないからです。もちろん協力していただけるのはすごく嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、めちゃくちゃお金が、例えばじゃあ俺が、年間で100万200万みたいな感じとかでもらうような感じだとしたら、そのスポンサーさんが言った、なんか例えばちょっと試合前とかでね、ちょっと来てよみたいな感じで言われた時に断りづらくなっちゃうんですよね。だからお金をいっぱいいただけばいただくほど、自分が主体的に動いていくというような行動が、量が狭まっちゃうというかね、そういうようなところがあるから、自分はこういうような設定にしているということです。あんまりそこら辺の金額を大きくしすぎるとパワーバランスですね、パワーバランスがおかしくなっちゃうと思うから、自分はそんなに大きくしていないというところです。で、3番目がイベントとかギャラだったりとか取材費みたいなものがあると思いますけど、自分の感じで言うとほとんどイベントとか取材とかでお金をもらったことはないです。
ちょこっともらったことあるかなという感じで、なんかのイベントとか出たりだとか、例えば、なんだろうな、祭り、道館祭りとかそういうものとか、それの時は、あれないかなないか。で、会長とかになんか、お小遣いみたいな感じでちょっともらったりだとか、俊太ちょっと、ね、ありがとうな、みたいな感じでね、とか、あったりとかは、する時もあります。でも基本的にはなくて、あと、取材とかですよね。なんか最近で言うと、ここ、半年から1年くらい前に、ね、なんだっけな、日本企画協会みたいな感じの方ですか、ちょっと難しい感じだったんですけど、そこの方に取材してもらって、まあ1時間ぐらいで5万円もらったという感じがあります。それがおお、こんなにもらえるんだと思って、初めてもらった初報酬みたいな感じですかね、この取材で言うと。はい、あとはなんか昔で言うと、実はナックルズとか、とか、あと格闘技通信とか、いろんなものに、ちょいちょいと取材してもらった時があるんですけど、その時は、まあもちろんね、もちろんしかお金はもらえる感じではなかった。てか、お金をもらえるとも全く思ってなかった。むしろ、だって宣伝してくれてるわけですからね、自分のことを。だから全然お金をもらえるというようなものに値できるような人間ではなかったかなというふうに思ってます。で、それで考えると、3番目のイベントとか取材費とかはもう、ないに等しいですね。だから計算しないんですけど、だから1番目のファイトマネー、そして2番目のスポンサーの感じで言うと、自分は今、全部でね、もうちょっとそこを端折っちゃうんですけど、まあ290万円。300万円弱だというところです。なので、格闘家だけで食っていくには、まあ自分はまずできていませんと。だから、99% の中に自分入ってます。1% 格闘家で食べている人の中には入れてないな、というところですね。なので、自分が今やるべきことというか、食っていくためにやっていること、これらをお話します。場合は、8つあります。1つ目が物販、T シャツなんかを売ったりすることをやってます。これはまあほとんどお金にはなってないんですけど、まあ、そういうビジネスモデルがありますよとね。物販なんか自分のもブランドを作る、なんか靴でも何でも、まあ帽子でも T シャツでも何でもいいですけど、そういうものを作って、売るというようなことが、まあ参考になればという思います。で、2つ目がスポンサービジネスですね、今言ったやつです。で、3つ目が、パーソナルジムですね。 S プラスは自分3ヶ月ぐらい前にオープンしたんですけど、ゆうやっていう後輩と共同経営でね、そこはまだお金につかその黒字化はがっつりしてるわけじゃないんで、はい、そこはまだ頑張らなきゃいけないんですけど。で、4つ目が、Amazon 物販だというところですね。自分は、それで独立したんです。はい、ここのところはね、ちょっとまだ掘り下げないですけど、また機会があればお話します。そして5つ目が YouTube 収益ですね。はい、で、6つ目が、ダンプのバイトということですね。ダンプのバイトは21歳の時からずっとやってて、まあ正社員でやってたんですけど、途中からバイトみたいな感じでさせてもらってるんで、1日1万5000とか6000とかそんな感じのお金をもらってやらせてもらってます。これはたまにですね、最近で言うと。で、今自分が一番やるべきだと思っていること、これは SNS とか YouTube とかを頑張る、努力する、そして、そこを強くする、フォロワーさんを増やしていくというようなして、ことを施策をしていく必要があると思ってます。それは、まあ、集客につながるからですね。うん。なんか、ね、だって T シャツ売るのでも、ジムを知ってもらうのでも、やっぱり集客力が必要で、そこのために SNS というものがあります。あと YouTube とかね。だからめちゃめちゃ頑張る必要があるかなというふうに思ってます。で、一番最後に言いたいことは、肝になることです。これは、街のスタイルだけでは何も変わらないということです。自分はずっと20歳から30歳ぐらいまでの中でずっと待ってました、プロだけやってね、頑張って、試合重ねて勝って、れば有名になると思ったりだとか、あとスポンサーさんがついてくれたりだとか、お金も稼げるようになると思っていたんですけど、全くその変化はない。ほぼ変化がないだからやっぱり自分で動いていかなければいけないなというのがめっちゃ感じてます。攻めのスタイルがめっちゃ重要。街のスタイルだけでは何も変わらないけれども、攻めのスタイルだからこそ変わっていくことが結構ある。最近で言うとめっちゃね、 YouTube コラボとかでもそうですけど、そこの精神がめっちゃ重要。攻めをしないと自分の知ってもらうこと自体ができない。頭の中で考えていてね、いるものだとしたらね、誰にも伝わらないです。
これを外に出さないとアウトプットしなければ何も変わらない。せめてね、アップしてって、で、どんどんオファーしてって、そうすることで人に知られる。そしてその人にも、その自分のことを知られる。そしてコラボとかも実現していくこともできるし、やっぱり攻めのスタイル、この精神がめちゃめちゃ重要。攻めのスタイルになるにはやっぱり勇気が必要だったりするわけだから、勇気を鍛えたりするわけですけど、勇気を出せるような自分を鍛えてるわけですけど、まあそういうようなところが必要だというところです。格闘家だけではぶっちゃけ今の現状では食っていけないというか、うん、まあみんながみんな食っていくことはできるわけないなね。まあ、とにかく、自分で食っていくための方法みたいな感じの最後になりましたけど、はい、自分の今の、稼ぎ方、格闘家としての収入事情と、あとは、ま、私生活、まあ、人生としてのね、収入事情みたいなことについてお話しさせてもらいました。何かの参考になればというふうに思います。はい、ということで終わります。さようなら。